日本でペットとして飼われている猫の数がついに犬を上回りました。流行りの猫カフェだけでなく、猫と働けるオフィス、猫と暮らせる部屋の紹介専門業者、はたまた猫をリラックスさせる猫パックまで、そんな猫ブームの最新事情と背景を探ってみました。目を細めながら大好きなパックをしてもらうチャトラの猫。塗ってもらっているのはハーブなどの粉末をお湯で溶いたものです。肌の保湿だけでなく、静電気が立ちづらくなり、毛玉を防いでくれるそうです。嫌がる猫も多いそうですが、お風呂が大丈夫な猫なら気持ちよくなってくれるそうです。このお店では壺にお灸を据える温灸というサービスもあります。薬草を練り込んだ竹炭が入っています。猫ちゃんとワンちゃんの壺に当てることによって、まあ、その温灸の最大限の効果が発揮されるようになってます。この温灸は4年ほど前から徐々に広がり始め、今では3分の1ほどの猫に活用しているということです。仕事中も飼い猫と一緒に過ごしたい、そんな社員の希望を叶える会社が増えています。ペットフード事業を展開するこの会社では、オフィスの一角にある大型モニターに本日出社中のペットが画像入りで紹介されます。受付にはガラス張りのキャットルームもあり、2匹の猫が暮らしています。お客さんが待っている間に猫を見られるので、待っている間も気にならないそうです。こちらの IT 企業では社員14人のうち4人が猫を連れてきています。会社として猫同伴出勤が認められているのです。社員間の距離っていうのはぐっと狭まるというか、うん、猫を介して、まあ、なんか社員が仲良くなるっていうのは感じます、うんうん、猫が原因で来たなっていう方何人くらいいらっしゃる？ほぼ全員です、ね、ここ数年の。そうですね、もう新卒に関しては 100%、うん、他にもこれまで全く接点がなかった猫好きな担当者がいる企業からの仕事の依頼が来るようになったそうです。猫を飼える部屋の紹介が専門のウェブサイトもあります。サイト運営会社社長の井川達也さんによりますと、猫が快適に暮らせる部屋のポイントは、猫が高いところに飛び乗るなどの上下運動ができること。そして、高くて部屋全体を眺められる場所があると、猫は安心してストレスなく暮らせるそうです。井川さんの会社では、猫向けの紹介件数が昨年と比べても 2,3 倍に増えているそうです。なぜ飼い猫が飼い犬より多くなったのでしょう。やっぱり猫は都会的というか、犬は散歩しないといけないし、うちで飼ってた犬はずっと家の外で飼ってたので、広いスペースも必要ですし、猫はその分こじんまりした、賃貸住宅でも十分養える感じですね。飼い猫の数が飼い犬を上回ったのに、市場規模は犬の方が猫の3倍あります。単純に考えれば、猫の方がお金がかからないこともあるようです。都市部では一人暮らしの世帯が増え、より手間のかからない猫が好まれているのではないかという指摘もあります。